じゃあニエさんにちょっと見せたいものがあります。いいですか。いいですか。はい、います。レディーゴこの皆さんが江東区民の森を落としたね、ね、みたいなね、そういうことあって、本日ね、一年入院してやってたんですよ、思いますけど。お前維新絶対戻れないからなこいつ絶対にお前誰のおかげで川口市議会議員になってるんだよな本当に。ニエさんどう思います、はい、この川口市議会議員の、はい、塩田こと、はい、まあ、妊婦8ヶ月くんから言われてますけど、本当にね、こういう教養のない人間が市議会議員をやってること自身がね、やっぱりこれはもう日本のチームだと思うんですよ。なるほど、まあ、本当にもう地方議員のあり方っていうのを、まあ、こんな人間がですよ、地方議員に挑戦しちゃうこと自身が大きな問題なんですよ。ですね、彼らどうこうじゃなくてね、はい、本当地方議員制度そのもの自身を改革していかないといけない。でだってまだ彼は知らないでしょ、二瓶文孝が起訴票が江東区には1000票あったんですよってことを知ってないわけですよ。ですね、はい、1000票の名簿が持ってるわけですよ、で前の区長とうちの母は同級生で、はい、江東区出身で江東区にも親戚が多いわけですよ、むしろね、はい、だからそういうのを全く知らないでこういうふうにやるし、まあ、むしろ彼の川口市民も私知ってますけど、彼のこと知らないって言ってますよ僕の友達のハンコ屋さんが誰ですかそれはって。まあ、はい、これは終わってますね完全にね。彼はもう維新にも戻れない、はい、埼玉維新も私知ってますから、はい、維新にも戻れないし、まあ、逆にまた彼がどうこうじゃなくてね、こういうような人間が地方議員になってしまえる今のあり方っていうのを一回変えていかなきゃいけないなと。ですね。っていうのは一つはやっぱり報酬ですよ、ね、この面を見てもらって議員報酬を彼が半分でもやるのか、はい、市議会議員ですね。それこですよ、はい、もう維新だったら議員報酬削減が公約じゃないですか、身を切るか、はいはい、身を切れなかった男ですよ、はい、金が一番の男が議員やってるんですよ、はい、維新でいれば身を切って今給料の 10% をみんな上納してるってわけだって寄付してるわけですよ、いろんなところ、はい、それ被災地であったりとか拉致の失踪社会の人とか、はい、そんなことを維新の人たちがやってるわけですよ自らね、まあ、それが納得できないから維新辞めたわけですから、結局金のために議員やってるですね、こいつはそういう感じですかね。はい、ということで兄さんありがとうございます。お前は次はねえや塩田、お前のよな議会に遊び行くつだけの話だよ塩田くんなあ、爆弾持ってな、バイバイ。パンダのかくれんぼ、どこかな探そう、かわいいパンダどこかな、あれでどこかな、かくれんぼ、ここだ、見つけた。一緒に赤ちゃんを探しに行こう。いいよ。パンダのかくれんぼ、どこかな探そう、かわいいパンダどこかな、おいポケモン、赤ちゃんはどこ、どこだ、僕はここだよここだ、見つけた、探してみて。